こんにちは、月島です。今回はマルチバンドコンプレッサーについて見ていきたいと思います。目次です。マルチバンドコンプとは、パラメーターと使い方、使用してみる、マルチバンドコンプを使うとき、最後にまとめと次回予告です。一般的なコンプレッサーは、高い音や低い音など関係なく、設定したスレッショルド値を音量が超えた場合に圧縮します。しかし、マルチバンドコンプレッサーは、音源を周波数帯域ごとに分割し、それぞれに個別の圧縮を設定することができます。プラグインのグラフ表示部分を見てみると、4つの色分けされた線があります。この Studio One のマルチバンドダイナミクスという標準プラグインは、5つの帯域に分割されています。例えば、高い周波数帯域には強くコンプをかける、低い周波数帯域には弱めにコンプをかけるなどといったことを最大5つ同時に行うことが可能です。主にバストラックやマスタートラックなどの音がたくさんあるトラックに使用するケースが多いと思います。また、狙った周波数帯域のみにコンプレッサーをかけられますので、2ミックスの状態で音を整えていくマスタリングの時などにも活躍するプラグインです。左側はコンプの設定を表示するグラフです。レシオやスレッショルドなどの設定に応じて変化します。右側は帯域ごとの音量の表示です。また、上段がインプット音量で、下段がアウトプット音量です。両サイドにゲインリダクションメーターも配置されています。それぞれ色分けされていて、ローミッド、ミッド、ハイミッド、ハイの5つに分割されています。帯域をクリックするとバンドを切り替えることができて、左下のコンプ設定の欄が指定した帯域の色に変化します。つまみを回すことで帯域を動かすことができます。Studio One のマルチバンドダイナミクスで設定できる帯域の幅をどこまで小さくできるか調べてみたところ、最小で 300Hz でした。また、それぞれのバンドでバイパス、ソロ、ミュートボタンが用意されています。その帯域のコンプ設定をバイパスしたり、ソロで再生、ミュートをすることができます。マルチバンドコンプでは、使わないバンドはバイパスしておいた方が良いと思います。再生して効果を確認してみます。以上のような違いがあります。コンプレッサーの基本的なパラメーターが並んでいますが、変わっているのはスレッショルドです。ローを操作するのが基本のようです。ハイは設定値を下げていくと、ローよりも高い位置にポイントが現れて、圧縮の具合をより細かく設定できるようです。難しければ0にしておいて、ローでスレッショルド値を設定しておけば良いと思います。アタックとリリースはデフォルトの状態だとオートスピードというボタンがオンになっていて操作できない状態になっています。細かくアタックタイムとリリースタイムを設定したい場合はオートスピードを解除して操作します。オートもしくはマニュアルの選択式になっています。これらのコンプレッサーの基本的な使い方がわからない方は動画にしていますのでそちらをご覧ください。アタックとリリースをオート設定にするボタンに出力ゲインミックスを調整するつまみがあります。ドラム用のバストラックにかける想定でマルチバンドコンプレッサーを設定してみました。バンドは5つありますが2つだけ使用しました。まず M です。320Hz から 1.2kHz のバンド設定にしました。ボーカルと合わせることを想定してこの帯域を 4dB くらい圧縮する設定にしてみました。もう一つはハイです。 4kHz から上のバンドです。スネアとハイハットを少し落ち着かせるためにこの帯域も 4dB くらい圧縮する設定にしてみました。まずはプラグインを通さないバイパスの音から再生します。狙い通りボーカルの場所を空けて高音部分にあるスネアとハイハットを少し落ち着かせています。バイパスとエフェクトをかけた音をもう一度再生してみます。このような違いがあります。これは私の考え方ですが、ミックスの時にマルチバンドコンプはできるだけ使わないようにしています。仮にドラムをまとめたバストラックで高音を抑えたいと考えた時に、マルチバンドコンプを使用しなくても、スネアとハイハットのトラックに戻り音量バランスやイコライザーで調整すれば解決する場合もあります。その方がマルチバンドコンプを設定するよりも簡単でパソコンへの負荷も少ないと思います。ただマスタリングの時など2ミックスステレオの音源を調整する時はマルチバンドコンプは非常にありがたいプラグインです。例えば今回ボーカルのためにM のバンドを操作しましたが、これは歌ってみたなどをミックスする時にも有効な処理になると思います。また複数曲のマスタリングをする時に他の楽曲と質感を合わせたりする時もマルチバンドコンプはあるととても助かるプラグインです。マルチバンドコンプレッサーは帯域ごとに圧縮することができる非常に便利なプラグインです。上手に使えば楽曲の仕上げ段階などで活躍してくれます。ただパソコンへの負荷が割と大きいので使いすぎには注意が必要になります。次回はディエッサーについて見ていきたいと思います。ディエッサーは高音域に特化したプラグインで主にボーカルやドラムの金物系などに使用します。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。